私の名前はほなみ、24歳。医療事務の派遣社員として今日からパニ病院で勤めさせていただくことになりました。医療事務は来院される患者様に笑顔で応対したり、医療費の計算も正確かつスピードが重視されるといったとてもやりがいのある仕事。しかし私が今回派遣される先の職場はというと、かなり社員の入れ替わりが激しいと噂されていました。一体何があるんだろうと少し心配になりましたが、私は早く仕事を覚えて戦力になれるように頑張ろうと意気込んでいました。今日からお世話になります、ほなみと申します。一日でも早く戦力になれるように頑張りたいと思います。どうぞご指導ご鞭撻をお願いいたします。緊張しながらも私は元気よく挨拶をしました。すると何やらひそひそ声が。すると失笑とともに私を罵倒するような声が聞こえてきたのです。ちょっと今の聞いた？一日でも早く戦力に、だってさ受けるんですけど。そっちがそう来るなら一日でも早く退職させますって感じなんだけど。え？私は自分の耳を疑いました。まさか初日にこんな嫌味を言われるなんて。でもこれは聞き間違いではありませんでした。そこの新人さ、くだらない意気込みはいいからさっさと仕事を覚えて私らに迷惑かけないようにしなさいよ。あ、はい。そうです、この女テスコこそがこの職場の激しい社員の入れ替わりの原因だったの。私は就業初日に確信してしまいました。いわゆるおつぼね様ってやつだってね。37歳のテスコはややふっくらした体型に派手めの化粧をして、男性職員に対しては甘えた声を出し明らかに痛々しいタイプ。周りの社員の様子を見ると明らかにテスコに気を使っていて、この職場はテスコの天下そのものだってすぐに分かっちゃうほどでした。テツコは私をまじまじと眺めた後こう言いました。ちょっとあんた、医療事務の経験あるの？あ、はい、3年ほど。3年やってるならレセプトの作り方くらいわかるわよね。レセプトですか？それなら大丈夫。え、わからないの？診療報酬明細書のことよ。この子大丈夫なの？相当仕事できなさそうなんだけど。あの レセプト業務大丈夫です。じゃ、出来上がったら隣の部署と、あとは3階の会計課にも回してよね。夕方までに必ず間に合わすこと。それから来院された患者様の受付、会計業務もあなたの担当だから。初日からそんなに？何よ、文句あるわけ？即戦力になりたいんでしょ。それじゃ仕事ができるところちゃんと見せてよね。はい、わかりました、頑張ります。明らかに初日とは思えないほど膨大な仕事量を私に押し付けてくるテスコ。そんなテスコはというと、いろいろな人のデスクを回って話をして歩いているだけです。どう見ても仕事をしているようには見えない。むしろ邪魔をしてるだけなんです。あら、静香さん、だいぶ仕事を覚えたのね。さすが優秀だわ。誰のおかげかしら？はい、おかげさまで。いつもありがとうございます。徹子さんのおかげです。すると徹子はここでその静香という女の子に耳打ち。しかも耳打ちするような仕草をしているくせに、わざわざ私にまでちゃんと聞こえるように嫌味を言っているんです。無能な新人さんが入社してくれてよかったわね。だってあなたはもう先輩だものね。はい。でもまあ、私はもともとあなたなんて眼中になかったけどね。ターゲットがあなたじゃなくてあの女に移ったし、命拾いしたわね。テスコに嫌味な耳打ちをされた静香は恐怖でしびれ上がっていました。どうやら私より1ヶ月前に入社した医療事務とのことで、名前の通り物静かな26歳の女性です。もはや顔に覇気はなく、げっそりとしていました。お昼もあんまり食事が進んでいないみたいだし。そこで私は勇気を出して一人で休憩室にいる静香に話しかけてみることにしたんです。静香さん、お昼ご飯あんまり食べられてないみたいですね。大丈夫ですか？ほなみさん、大丈夫よ。あまり食欲がなくて。そうですか。でもわかる。
なんか結構すごい職場ですよね。私は苦笑いをしながら思ったことをストレートに言ってみました。すると静香は席を切ったように話し始めたんです。そうなのよ、やっぱり分かっちゃうよね。だってね、私はここに来て1ヶ月になるけど、もう5人は退職したわ。早い人なんて2日で音信不通になったみたい。私だって毎日怖くて怖くて。そんなにですか？やっぱり原因は、そう、徹子さんよ。でもね、徹子さんには関わらない方が無難ですよね。だけどね、週に1回は徹子さん主催の飲み会が開催されるの。その飲み会だけは何があっても参加した方がいいわよ。飲み会ですか？まあお酒は嫌いじゃないけど、飲み会といっても仕事の説教だったり、徹子さんの彼氏の自慢話を聞いたり、そんな感じね。欠席すると次の日からの仕事量が3倍になるから。何ですか、それはひどいな。てか徹子さん彼氏いるんですね。そうなの、にわかには信じられないけどいるみたいなのよ。まあいろいろあるけど、お互い頑張ろうね。はい、頑張ります。私はとてつもなくやばいブラック企業に入社してしまったと、お先真っ暗状態。でもとにかくミスなくきっちり業務をこなし、日々何事もなく終わるようにするしかない、そう心新たに頑張る決心をした時のことです。昼の休憩から戻ってきた徹子がいきなり大声でみんなに話しかけました。はーい皆さん、今日は飲み会の日ですよ。定時で仕事を終わらせて駅前のパニ居酒屋に集合です。飲み会開催って予定もなしに急遽開催されるんかい。せめて前もって計画してくれよ。ちょっとあんた、そこの新人、お願いしたレセプト間違えてたんだけど、ちゃんと見直したの？はい、2回見直して間違いないことを確認しました。私があんたの代わりに上司から怒られちゃったじゃないの。そんなこともできないのにこの職場を選んだの？あーやだやだ。ちゃんと見直したはずなのに、申し訳ありません。で、あの、どこが間違って、とにかくとりあえず今回は私の力で事なきを得るように仕向けてやったから、今後同じミスがないように100回でも見直しなさい。分かったわね？はい、分かりました。何度も何度も見直したはずのレセプト、間違っている場所なんてないはずなのに確認することもできず、ミスの箇所を教えてくれることもなく、理不尽な物言いに謝るしかありませんでした。じゃ、罰として残りの仕事を終わらせてから飲み会に参加ね。ただし参加できなくても料金はしっかりいただくわよ。そんな。私は全社員の前で怒鳴られ、まるでその光景は晒し者。ただひたすら頭を下げて徹子の怒りが収まるまで謝罪を続けました。定時を過ぎ、みんなは居酒屋に向かいましたが、私はひたすら仕事を続けます。その時夜間の見回りをする部署の管理人が来ました。おやおや、こんな時間まで仕事ですか？残業かな？すみません管理人さん、もうすぐ終わりますんで。なかなか見かけない顔ね。最近入社された方？何かお困りのことがあるなら話を聞きますよ。はい、先日入社したのですが、私全然仕事ができなくて、だから先輩に怒られてばかりで、レセプト業務をきちんと見直して絶対に間違いがないと思っていたのにミスがあって、今日は怒られてばかりでした。そうだったんですね。でも慣れないうちはミスもありますよ。元気出して。ありがとうございます。ごめんなさいね、なんか愚痴っちゃって。もうこんな時間、まずい。お忙しいんですね。まあ実はね、これから行きたくもない飲み会に参加しなくちゃならないんです、半強制で。でも私頑張ります。お話聞いていただきありがとうございました。そうでしたか。飲みすぎには気をつけて、決して無理をしないようにね。はい、こちらこそ見回りお疲れ様でした。なんか胸の内聞いてもらってちょっとすっきりしちゃいました。それは良かったわ。いしし。院内を見回りに来た管理人さんに話したことですっきりしました。私は急いで居酒屋に向かいました。しかし楽しいわけないですよ。予想通り私には悪夢のような出迎えが待っていたんです。
遅れてすみま…やっと来た。遅いよ遅い。仕事も遅いし、ミスが多い。あんたはまさに無能レベル。徹子は泥酔している様子で、参加者にお決まりの説教タイムが始まります。遅くなって申し訳ありませんでした。レセプトは修正したんでしょうね。もうミスは許されないわよ。はい、しっかり修正して確認も終わりました。おかしい。え、何がおかしい。この際だから教えてあげるんだけど、実はね、あのレセプトはさ、あれは私が手直ししてわざとミスしたように差し替えたものなの。それをあんたバッカみたい。そんなどうしてそんなことするんですか。どうしてって、あんたの困った顔が見たいから。生意気な新人に社会の厳しさを叩き込んでやってんのよ。新人が泣きそうな顔してるとなんだか楽しくて仕方ないのよね。許せない。仕事は体で覚えな、バーカ。周囲はドン引きの空気に包まれ、私は同情の眼差しで見られていました。それでも徹子の話が終わる様子はありません。説教の次は彼氏自慢。これもお決まりパターンなのです。ところで、あんたは彼氏いるの？ま、いるようには見えないけど。いません。でもそんなこと仕事に関係ない。ウケる。仕事もできない、彼氏もいないって人生終わってんじゃん。そうそう、仕方ないから、あんたにも私のダーリン見せてあげる。結構です、そんなの興味ない。==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 
ずっと我慢していた感情が溢れ出してしまいました。でね、徹子から受けた必要な嫌がらせ、今日の飲み会の出来事、そして徹子の彼氏が前に自分を騙そうと声をかけてきた詐欺男だったことなどを全て打ち明けました。すると管理人さんは私の話を聞いた後にこんなことを言ったんです。勇気を持って話してくれてありがとう。でもね、仕事を辞めてしまうのは簡単なことだけど、もしあなたに勇気があるなら私にいい案があるから、一緒に彼女をギャフンと言わせない？いしし。私は管理人さんに何ができるのか半信半疑ではありましたが、どうせ辞めるなら最後に一言あの女に言ってやりたい、テスコに一撃を加えることができるならって覚悟を決めたのです。翌日、私は憂鬱な気持ちで出社しました。すると案の定、テスコが嫌味たらたらで話しかけてきました。あれね、もう退職したと思ってたのに、なかなかしぶとい女ね。今日の朝礼は院長も来るから、あんたは余計なこと言わず黙ってなさいよ。そう言ってニヤニヤしながら朝礼が行われる会場に向かっていきました。そしていよいよ朝礼、私が朝礼に参加するのはこれが初めて。そしたらね、ここで大どんでん返しがあったの。やっぱり悪いことばっかりしてる人ってそれなりの罰を受けるんですね。皆さんおはようございます。ご機嫌はいかがかしら。え、昨日の管理人さん、管理人さんが院長、一体どうなってるの、頭がついていかない。ちょっと皆さんにお聞きしたいんだけど、最近この部署で残業してる方が多かったり、仕事量に差があったり、おかしい現状があるのはご存知で、不必要な飲み会が開催されていたりするって話も聞いたわよ。みんなざわざわし始めました。中にはあからさまにテスコを指さしてる人も。この中で何か意見したい人はいないかしら。パニコさんがそう言って私にアイコンタクトを送ってきます。私の心臓はバクバクと音が鳴り、隣の人に聞こえてしまうのではないかと思うほどでした。でも私もう決めたんです。言いたいことを言うって、理不尽なことを理不尽だってはっきり言うってね。だから恐る恐る手を挙げました。あのはい、ほなみさん、どうぞ言いたいことがあれば話してください。私、徹子さんからの理不尽な嫌がらせにはもう耐えられません。何言ってるの。そんな証拠どこにもないじゃない。根も葉もないこと言って訴えるわよ。急に名指しされて慌て始めた徹子、誰が見てもパニック状態。ものすごい剣幕で私にまくし立ててきましたが、そんな時思いがけない人物が言葉を発したのです。徹子さん、よくもご自分のしたことを棚にあげて訴えるだなんて言えますね。ちょ、なんなのよ。普段は喋りもしないくせにずうずうしい。訴えられるのはあなたの方です。はあ、何をわけのわからないこと。私はこの1ヶ月のあなたの仕事態度、同僚に対するパワハラなど全て証拠として録音録画させていただきました。私はあなたを訴えます。他にもあなたを訴えるって人がたくさんいて団結してるからね。静香さん、よくやってくれたわね。静香、本当にあなたは優秀ね。一体何なのよ。静香は私の姉の娘よ。まあ私の可愛い姪っ子ちゃんということ。もしかしてあんたスパイだったの。スパイだなんて言い方が悪いわ。静香は立派な医療事務員よ。成績も優秀で仕事を覚えるのも早かったでしょ。あなたにターゲットにされて1ヶ月以上耐えるなんて今までにいたかしら。あと、この機会だから教えてあげるけどね、あなたの彼氏結婚詐欺師で有名なのよ。え、結婚詐欺師ですか。意味がわからない。あなたは何も知らなかったかもしれないけど、うちの病院でも何人もの看護師が騙されてるの。ほら、看護師って稼ぎがいいからね。そんな、私とミナル来年には同棲して結婚する予定で、私同棲資金も結婚資金も渡しちゃったんだけど。ああ、徹子さん、どんまい。徹子さん、あなたは仕事でもプライベートでも自己中心的、
他人の意見に耳を傾けないからこんな結末になってしまったのね。ま、自業自得っていうところかしらね。騙されて困っているのはわかるけど、でもそれとこれとは別、あなたにもいろいろと迷惑をかけた責任は取っていただくから、そのつもりでいてちょうだいね。そんな、なんとか許してくださいよ。私、そうだ、皆さんに謝罪しますから。しかしパニコさんをはじめ誰一人としてテツコを許す者はなく、このあとテツコはクビ、病院からも訴えられましたし、何人もの社員から被害届を出されました。警察にこってり絞られ、今は慰謝料で借金地獄。おまけに結婚詐欺師に騙されていたから相当な額の借金なんだとか。しばらくしてミノルという詐欺師も逮捕され、今は檻の中で生活しているそうです。一方私は同じ職場で頑張っていますよ。あれもこれもパニコさんと静香さんのおかげ。頑張っているとそれをちゃんと見ててくれる人って本当にいるんですね。パニコ委員長、私委員長だって知らなくて、まるでお友達に相談するかのようにいろいろお話ししてしまって申し訳ありませんでした。いいのよ、気にしなくて。私が寝ている間だって院内ではたくさんのスタッフの方が一生懸命患者さんと病院を守ってくれているんですもの。見回りくらいしなきゃ罰が当たっちゃうわ。いしし。徹子さんが去った後の職場は本当に風通しが良くなり、今はみんなが笑顔で働けるいい環境になりました。私もパニ病院に貢献できるようにもっと頑張ろうっと。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。